ゲルマは、アルジェリア北東部のゲルマ県の県と、地中海まで 65km の距離に位置する。ヌミディアの古代都市のカラマと同じ場所にある。ゲルマのローマ劇場最初に、フェニキア人が街を築き、マラカと名付けた。フェニキア語で、詩を意味する。共和制ローマが入植し、カラマと名付け、ヌミディア属州に編入した。キリスト教の普及とともに、カラマは繁栄した。 セパシディウスが5世紀に司教を務めた。バンダル族が侵入、破壊した。東ローマ帝国が城壁を築き、アフリカ司教管区に編入した。ムスリムの入植後、都市の規模は縮小された。オスマン帝国が統治した。ゲルマ駅の前の人々1836年11月10日、ベルトラン・クローゼル将軍率いるフランス軍が、コンスタンティーヌからアンラバに進軍する途中で、 放棄されたカラマ遺跡を発見した。同年ゲルマ市が設置され、フランス領アルジェリアに組み込まれた。1854年6月17日、コミューンが設置された。ゲルマはカラマ遺跡の周辺で急速に発展した。最初は東ローマ帝国の城壁の中が修復され、後に壁の外まで進んだ。東西方向に鉄道も通った。1905年、 エムジョリー市長時代にローマ劇場が修復された。フランスの植民地の方針により多くのヨーロッパ人が住んだ。1945年5月8日、セティフ・ゲルマ虐殺が起きた。ゲルマ1954年から1962年のアルジェリア戦争を経てアルジェリアは独立した。ヨーロッパ人とユダヤ人は退去し、シナゴーグと教会はモスクに建て替えられた。人口は 急速に増をした。雪に覆われた、マオーナ・サン・ゲルマは主要な農業地帯の中心に位置する。標高は290メートルで、マオーナ・サダビー・サフォーアラ・さんに囲まれる。シーバウス川と大きなダムの灌溉によって、肥沃な土地になった。アルジェリア北東部の交通の要衝で、沿岸部のアンナ・バ県、エル・タルフスキだ・キクダと内陸部のコンスタンティーヌ県、 オムエル・ボアグイ・スーク・アフラースを結ぶ。自転車、モペット、製刀、陶器、缶、セモリナ製粉が盛んである。伝統的な編み物と陶器でも知られている。温泉、ゲルマ五輪競技場三つのサッカーチームがある。ありがとうございます。